さんおはようございます。アンドこんにちは。おはこんばんちなんか全部なんでこんばんを入れちゃった。なんで、町川ラジオ今週も始まります。はい、どうも。この番組はですね、川口元郷にあります三玉屋用品店、そして西川口駅西口そばところ二高さん、こちらの提供でお送りします。ありがとうございます。今日は直接流れておりませんけど、並木商店街にも分厚い気持ちの提供があります、ね。はい、気持ちなんですけどね。気持ちですけどね。はい、ありがとうございます。YouTube に上がってから乗っけようかな、そんな風に思っておりますから。はい、そんな感じでお届けいたしますのは、我々 NPO 法人まちづくり川口。はい、理事長哲さん、いろんな、なんだっけ、事業報告とかは大丈夫ですか？終わったんですか？また嫌な話をすると思うんですけど、この中に隠れてるんですか？大変ですね、こう発掘するのはね。なんかもう1週間で片付けるって言ってました。お盆休み入るんで。ああ、そうですか。頑張っていただきたい。さて、片付いているか片付いてないか。本日 お届けいたしますのは、私、もじゃもじゃ羽鳥。はい、月島メルト。はい、鉄です。はい、鉄さん、3人でやってみたいと思います。先週ですけれども、たたら祭りの中でね、はい、ちょっと短い30分バージョンぐらいでお送りしました。暑かったですね。暑かったね。いや、この現場も暑いよね。まあ、おいおいぐらい暑いよ。そうそう、今一応ね、クーラー入れてるんですけど、全然効かない。こっち来てないもん。物がいっぱいあるからですよ。まあ、そんな感じで1時間たっぷりお届けしたいと思います。まちかわラジオ始まり。じゃーん。あ、これいい ね始まりじゃんって言って始まるっていうのいいね。なんかいつもなんかそう、常に新たなこう改革が行われる今日この頃。今日この頃、はい、さて、まあ、ですけどね、早いな、はい。今日8月8日ですね。これパパの日ですか、はい、母の日ですか。8月8日の親の日。親の日。パパ、ママ、母。母、パパと母の88ということで。はい。土曜日。外はちょっと曇っちゃいるのか。でもまあ概ね晴れ。概ね晴れですね。曇っちゃいるみたい、夏曇りって感じですかね。まあ、先週に比べたら、はい、全然暑くはね。もうなんか暑いっていう言葉言い疲れましたね。もう口癖になってますね。口癖になるのか、もう無言になってるかどっちかで。まあおかげさまでたたら祭り、はい、まあ大きな事故っていうか、熱中症で倒れられちゃった方は何人か、目の前通っていったりしましたけど、おおむねまあうまくいったかなと。うんうん。まあ、KBA のあんまり売り上げいかなかったと。全然いかませんでしょうがないよね、あれね。あれもう暑くて来れないっていうのは正しいかもしれない、ね。そう、あの来ていただきたかったんですけど、うん、逆に来たら、うん、危ない、危ないから帰れよって言いたくなるから、ちょっとまずビールじゃなくて水飲んで。そうだよ、ね。ざっと1日平均で5リットルぐらい飲んでますね、俺。5リットル。あの、いわゆるなんだこうプラの水あんじゃん。うんうん、あれ10本ぐらいずつ持ってる。まあ飲みすぎてもいけないけど。水中毒になります。水中毒。あ、いや本当に水中毒ってあるんですよ。ある。どうなっちゃう。もうひたすら水飲んでるみたいな。その後倒れて具合悪くなる。 水の飲みすぎで、倒れて具合悪くなる。塩分取ればいいんですよ。まあバランスだよな。バランスですね。バランス。そんな人から年中飲んでるわけじゃないからさ。まあね、ってまあ言われると、その事務所っていうかあっちも取っててガーって言われて、よし行くかーみたいな。死んじゃうみたいな。でもあの2リットルとか4リットルとかね、普通に飲んでるけど、トイレ行ったの1回とか2回とかね。俺たたら祭りでトイレに行った記憶がないんだよ、ここ数年。マジっすか。全部出ちゃう。トイレ行ったけど蜂がいましたね。ほんと。なんか女子トイレと蜂いましたよ。蜂っていう人がいたの。そうじゃなくて、蜂っていう人がいたんじゃなくて、蜂がいたんです。蜂がいた。今水沼さんのブログ用の写真が撮られ、はい、新しい蜂がいたんです。2匹いた。はい、それあ、いたっていうと、それを蜂合わせっていうの。わかんない。違うと思います。ね。ね、中学生に変な質問しちゃダメですよね。親父ギャグ1回しか行ってない。あとなんか、トイレ行きたくって行ったら、うん、列目の前にして引っ込んじゃった。そうですか。まあ、細かい話は。並んでたもん、すごく。すごいよね。花火の前なんてもう無理。あれ見ただけで漏らしちゃう感じ。漏らしちゃうんですか。あれ見ただけで。あの中に緊急を要する人もいるんだね。多分ね。あの、女性がですね、男性のトイレの方にね、入ってきてる人がいて、うん、お前らって、まあ女性というか、まあまあしょうがないっすね、ババアという生き物になっちゃう人もいますからね。あと本当にキツキンだとかね、お願いみたいな。なんか男子トイレは2つありますよね。
だからまあオートレス場だから男性が多い、男性が多いので、うん、はい、女性のトイレちっちゃいらしいので、そうだよね、ちっちゃかった、3つしかないんだもん。まあその辺は川口ごとですよね。ちょっとあのいろいろ改善の余地があるんじゃないかと。はい、すごい汗よ、汗すごいまあいいや、水たまりができちゃう。はい、まあそんな感じでですね、たたら祭りも無事、はい、なんとか終わりましたね。でメルちゃんどうだったの。メルちゃんどうだったというと、あ、一緒に踊ったりしたカーケンダンスは、うん、なんかやっぱかわ、まさともは、うん、MC うまいなって思いました。まさともうまいよね。うまいし、うん、全然聞いてなかったけど、まあまあまあなんとか言ってくれんだろうみたいな。鬼ごっこと一緒にやって、うん、そうそうそう、なんかもう上がって喋、うん、って、うん、ちょっと体操して、うん、すっげえ汗ばみましたね、うんうんうん、そうだよ、もうあそこあともういるだけで地獄だから。キュポランも一緒に踊ってくれました。キュポランすごいね、ね、こうやってでもしっかり踊れてたんですよ、うん、そう、キュポラン上手、キュポラン上手、うん、あとなんだっけユッキーが写真撮ってた人、くるみちゃん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 暑そうでしたね。あれでもいいらしいよ。え、あれでもいいらしい。何がだ、いいのかと誘ったのは俺だけど、うん、いいのかと、たたら祭りで、うん、死ぬぞと、うん、死ぬぞ、あれリスの住むとこじゃねえぞと、うんうん、森へ帰りなさい、ね、森へ帰りなさい森も暑いですけどね。森も暑い、あでも、うん、でもオートレスよりまあいいだろうな。まあね、うん、あと、まあ、そんなこんなちっちゃい子もみんな上がってくれましたしね、はい、ステージ、うん、ね、そっかそっか、そういうのあったもんね。そんなこともやってましたね。で、あの人と踊ったのはどう。はい、ペンタちゃん、いい経験、ペンタちゃんすごいね、いい経験になりました。あ、ニコさんありがとう本当に、ね、ありがとうございます。ニコさんすげえもの見せてもらったって感じ。なんかニコさんもドヤ顔したって言ってましたよ。本当、うん、ペンタちゃんのなんだっけ、シュシュにドヤってやったらしいですよ。本当、うんうん、もうなんかキレッキレだよね。可愛かった。本当、無知のように動いて機械のようにピッて回るんだよ。うおー、かっけーみたいな。かっこよかった。見てるところが変だよね、俺ね、うん、いい経験になりました、ね、まあ、ああいう人を目指して頑張ってください。はい、カラフルリリーもね、反省も自分でしたんで、ああ、いいことです、うん、これからも頑張ります。はい、頑張ってください。はい、まあそんなこんなでたたら祭りが終わりまして、はい、あと川口フェス第4回に向かってのこのコーナー、あれ今日違うじゃんね。ちょっと買い物行って時間があるかと思って、そしたらうちに寄って T シャツ取ってこようと思ったら、いや、ビギリだみたいなさ、そんな状況でした。あとなんか着てる人いましたよね、はい、フェスの T シャツ。あ、ずいぶんいましたね、去年の T シャツ。あ、本当、一昨年のも着てる人いましたね。はいはい、いいことですね、うん、まあ今年もですね、9月の20日日曜日ですね、川口14カ所ぐらい増えそうだ増えそうだ、頑張る。7日で行われます川口フェス、川口ストリートジャズフェスティバル第4回ということですね。まあいろんなことが決まってきまして、もうバンドもあらかた決まりました、うんうんうん、出演順等々はいわゆるその出演者にはもう連絡してあります。受かりました、よろしくお願いいたしますっていうメールを送りました。俺3カ所担当で、すんげー時間かかった、それ送るのに。メール、メールがうちのそう、こっちじゃねえけど、パソコンだけど、パソコン、なんかね、忘れちゃうんだよ、あれこれコピーしてこう、なんかいい方法きっとあるんだろうな。うん、あ、テスト見るとこう転送しちゃえばいいんだよみたいな。転送すればいいんだよこのボタンとこのボタンでこうやってこうやってやればいいんだよみたいな。多分なんかある。まあ、ハトリさんですからね。そう、去年までまこちゃんあれ全部やったと、すげえな、あんた。あんたすげえ。すげえっす。そう、まあ人間ね、いろいろ得意分野不得意分野があると思いますけど、まあね、まあしょうがないそれは。パソコンはね、どっちかっちゃ不得意分野なんですが。いやー、大変だあれは。大変。まあよくやってたんだな、まこちゃんすげえなみたいな。そんな思いをした今日この頃。はい。出演バンド内容としてはあらかた決まりました。あとはその順番だとかね、あとこっちのバンドとこっちのバンドで両方出てるんでっていう方を調整してあげたりとか、そういう作業がこれから入ります。ということで、もうだいぶ近づいてきたかな。はい、楽しみですね。はい、あとハイスクールフェスですね。ハイスクールフェス、はい、8月の17日ハーツでやりますけれども、まだまだ詳細が決まってない。あ、ハーツに参加しますね。はいはい、はい、そんな感じで出ちゃう。あ、出たい。カラフルリリーも。でもハイスクールでしょ。いいのいいの。高校でしょ、うん、そのうちハイスクールだから。そのうちハイスクール、まあね、まあそんな感じでですね、今週のやってきた、行ってきたのコーナー、みんなたたら祭りでしょ。たたらだな、たたらだな、たたら祭りやってきましたね。まああそこでもいわゆるメインステージも頑張ってやってたようですし、うんうん、あと私はですね、行ってきたよやってきたよコーナーがやたら多すぎて。会議ですか。たたら祭りだよね、はい、それからね、おととい木曜日にコラボレーション会議っていうのがありまして、いわゆるネオ川口ですね、うん、こちらの会議がありまして、そこに行ってきた。で、昨日は町ゼミ、
俺花本教えたりしましたね。それのやつで昨日は青梅まで行ってきましたね。またやるんですか、町でやります。やります。立川南口だとか、まあ主にですね、その青梅、それから八王子なんかでやってた事例なんかをいろいろ発表するという、場所でした。青梅市民会館ですね。まあ結構多くのお客様が来ていただきまして、で我々商工会議所か、あれは商工会議所か、商工会議所でメンバーを集めまして、いわゆるそれの教育に行こうみんなでみたいな感じでバスでビーンって行って、で帰ってきてまた打ち上げみたいな感じだったんですけど、で今日は親父フォークです。フォーク、まあ、2日間ね店にいないような状況だったんで料理が追っつかねえみたいな感じ。なんか昨日ニコさんも店主不在の土屋に行ってきたって、うん、ちょっとあったちょっとあった店主不在、うん、まあ、そんな感じで明日は新郷でバーベキュー、新郷工業協同組合か、そちらでお呼ばれされまし、しまして1時からバーベキュー大会と、ベーバキューで月曜日はたたらの事業部反省会、反省会、うん、そんな感じですね。近々は大変だ脳みそがもうなんか焦げ始めて、焦げつき始めて。なんで焦げるんですか。いやなんかこう沸騰して、あ沸騰しすぎるとこうなくなっちゃう、あ焦げ焦げになっちゃうみたいな、夜間が焦げ焦げ、まあ大丈夫だ、まあなんとかなる、まあ頑張りましょう。そんな感じですね、はい、あとなんかお伝えすることは、私は最近ですかね、まあ近々もしかしたらいい知らせがあるかもしれません、はい、いい知らせ、はい、結婚するとか、え、なんでまだ法定年齢に来てないよね。全然ない、あと最低でも2年ですね。そうです、いい報告があるかもしれません。あ、ほんと、はい、何紅白出るとか、あ、あるかもないそれ面白いね。あ、まあね、あと、もしか、あと、あ、ゆうちもうちょいしたらソロライブ、うん、あ、8月15日、8月15日、はい、終戦記念日、あ、そうだ、はい、なあと、中野芸能小劇場でまた、うんうん、お笑い芸人がいっぱいいる中でアイドル一人っていう奇妙なライブに出させていただきます、はいはい、たまに取材者不在っていう、なんかたまにふざけることもあるんですけど、主催者不在、主催者不在、取材しに来る人が誰もいないのかと思った。違う、主催者です。取材者じゃない、主催者はいないってこともあったけど、うちの店みたいな感じで、まあそんな感じですねダメだな、おい適当ライブだったりするんですけど、はい、楽しいんで、はい、トークとかめっちゃ楽しいんでぜひ来てください。8月15日場所は中野小劇場です。中野の、うん、さ、あの南口、南口、待って南か、うん、まあツイッターなり、ツイッターあげます、うん、それで調べていただければと、よろしくお願いします。はい、はい、そんな感じで、はい、それでは街の話題コーナー行ってみましょうか。待って、その前に今週のキポランコーナーです。キポランコーナー、これすげえじゃねえかよ。キポラン働きすぎじゃねえか。まあまず1日で 1,2,3 点ありますね。これたたら祭り開催中、バザールステージのカワケンダンスに出ることになったキッポあ、ここでも新しいカードを渡すので見に来てキッポ、知らなかったんだ、まあ、新しい名刺できたらしいですよ。キッポランの後ろでキッポランの真似してきたよ。え、うん、いつやったんですか。なんかわかんないけどね、こうキッポランが帰りそうになった時にちょっとやってきた。呼んでくださいよ。なんかそういう間が必要なわけよ、大人は。のべつ幕なくやるっていう勇気はないわけで一応大人の呼んでほしかった、うん、いやでもあの流れだよ、キポラン来た時の流れ、うんうん、たたら祭り2日目とっても暑い、キポそらそうだな、うん、今日は16時半からメインステージでキポランとダンス、暑さ対策としてぜひぜひ遊びに来てキポで、やっぱりキポランダンス、キポランコアやってくださいよ、うん、早くどれが一番美味しいかなと思って、ああ、うん、で5日はですね、川口リリアで開催の絵本フェスタ、あれ、うちみで、6日が内水で涼しい夏をキポ、これは白井さんのとこですね、たたら祭りのステージキポランとダンスをの動画を公開したキポ、ほんと公開したキポ、キポキポすごい、キポキポ、せっかくですから8月1日キポランは急遽バザールステージというのをキポランコーナー行ってみたいと思います。はいはいそれでは行ってみましょう、キポランコーナー、イエーイ。8月1日キポランは急遽13時からバザールステージのカワケンダンスに出ることになったキュポー、キュポー、ここでも新しいカードを渡すので見に来てキュポー、ということでキュポキュポー、キュポランありがとうございました。ありがとうございます。キュポラン、ね、大変だと思います。ミルも出たキュポー、はいはい、そんな感じでキュポランコーナー行ってみました。はい、さあ次、次は商工会議所、それのですね、機関誌というかね、
出だしがありました。俺今日持ってくるの忘れたかな。あれ持ってきてましたよ、さっき。略語。俺川口持ってきた。川口の方か。川口、川口。何してんだよな、忘れんなよな。持って行こうって思ってて忘れちゃう。解放誌ですか。多分あれだ。ムーブ。見せてる時には手に持ってたんだろう。ムーブっていう雑誌というか、こう、冊子みたいな。これは、あの、川口ですけど、こんなようなのがあります。それがですね、500号。すごいね。500だと？うん。創刊の昭和48年から現在までを振り返っています。ムーブは川口商工会議所の会員事業所さんはもちろんのこと、うん、公民館や図書館、金融機関、埼玉高速鉄道の川口元郷駅から東川口駅の各駅などでも配布しております、はい、会員さん無料紹介コーナー、読者プレゼントもございます。ぜひ手に取ってご覧くださいということでね、会員だけじゃなくて他でも配ってっから よかったら見てよっていうことでした。500号年月1だから月1でしたっけ、うん、だから12でしょ、うん、年間ってことは40年昭和48年からだって、うん、40年ですね。すんげーな、すげーすげーな、もんげもんげ。来週あたりにはそこでおかしな情報が出せんのかな。いつ出せんだろうな。一応今黙っててくださいって話です。別の情報があります、今度。はい、はい、次です。打ち水大作戦。こちらはですね、あなたも打ち水に参加してみませんか。エアコンがない頃、打ち水で夏を涼しく過ごしていました。2リットルのペットボトルに水、これは水道水とかじゃなくて、お風呂で使ったお水だとか、いわゆるその、わざわざじゃなくて使い、捨てちゃうようなものなどを入れてご持参くださいということで、これ8月8日、今日ですね、3時から、作戦開始。作戦開始、はい、これが、キポランも言ってたやつだね。ドンキホーテ像前、うん、これ白井さんのとこですね、ドンキホーテ像前と西川口駅前、これはみずほの前だ。みずほの前です。みずほ何すんだあそこびちゃびちゃにして。みずほ銀行の前危ないよね、狭い銀行がびちゃびちゃになっちゃうよ。だよね。だって並木商店街やれんね。一応並木商店街は遮熱塗装っていうのがあって、熱がこもらないような塗装が道路に敷いてあります。ちょっとだけね。ちょっとだけ。まだうちらの方まで来てないんだよ。ちょっとだけ。うん。ちょっとだけ。ちょっとだけ。あれ結構聞いてますね。なかなか他のところからふっと入ると、あ、やっぱ違うわ。あります。わかります。まあそんなコーナーもありまして、今日3時からですね。自分家の排水、まああんまり汚くない排水ね。うん、持って打ち水しませんかみんなでっていうことで、川口駅前はどこなんだろう、どうやってやるんだろう。みずほ銀行の前で並んでみんなが道来る人でしょ。いや駅前っていうかドンキホーテ像前です。あ、そういうことね、はい、川口ではドンキホーテ像前、西川口では東口で、みずほ銀行の前並んでやるの打ち水。いや、なんか想像しづらいっすよ。想像しづらいです。これでもエアコンがない頃は打ち水などして涼しくって書いてあるんですけれども、うん、そのエアコンがなかった時代に比べるとはるかに暑くなってます、ね、はるかに暑いです、うんうん、我々子供の時に、高価格スモッグ注意報とかね出たのがだいたいね30度前後から出たの。30度以上っていうのはめったになかったよね、うん、一夏で1回2回ぐらいかな。32度でうわ超あっち、いや超あっち、表出んなと。まあそんな感じです。なんか暑いね。暑いです。とても暑いです。当たり前です、はい、車の中の外の気温はっていうボタンがあってさ、見るといやーこいつ熱あると。この間試してガッテンっていう、うん、番組で車の中が70度に、はい、ほんと日向に車が置いてると70度になる、うん、ぐらいになるよね。なるでしょう、うん、うちも車入ると暑くて嫌になりますね。クーラーつけてからじゃないと入らないよみたいな。少し回してからじゃないと危険だよね。危険、死んじゃう。もう間違ってもパチンコ行った時に子供とか入れておくとかバカなことしないでくださいね。本当ですよ、はい、さあ次、なんかいろんな話題でも暑い暑いになっちゃうね。はい、こちらも暑い話です。8月9日明日ですね、埼玉県知事選挙があります。これは届け出順ですね。石川秀幸さん、上田清さん、この人現職ですね、武田信弘さん、柴田康彦さん、塚田圭介さん、以上5人が、立候補しております。あ、投票日が明日なもんですから、まあそれぞれもう選挙権は送られてる、まあ、うちにもありました。明日か
あれだな、慎吾に行く前に投票しなきゃな、ね、まあ、そんなことを考えております、ぜひぜひですね、権利ですので必ず投票の方はお忘れなくと。前回の統一地方選挙、うん、川口はかなり低かった、うん、いつも低いんだよ、ようですね、ドベです、ドベ、結構ドベです、ドベ、県知事選挙重要ですからね、はい、ぜひ投票に行きましょう、はい、はい、さあ次、わらび旗祭り第65回ということで、これ昨日から、昨日、おとといから明日までです。わらび西口駅前から旧中山道までの、これ一日中な山道じゃないよね、違います、古いですネタがね、旧中山道です、旧中山道、はい、旧中です、そうですね、中学生に訂正されてしまう親父のマジボケはダメだった、一日山道じゃダメなんです、一日中山道です、一日中山道じゃダメなんです今これ覚えてるんです、中山道は、そうですか、はい、1キロの間趣向を凝らした各商店の力作が楽しめる、おう、わらびが旗織りの町として盛んな時から市民はもとより県内外の見物客でにぎわいを見せていたということでね、これ昔は本当通れなかったよね、そうですね、なんかね道中でおしくらまんじゅうやってる感じ、旗祭りって、うん、あ、去年出た七夕祭りみたいなあれですよね、うん、七夕祭りの出遅れちゃったみたいな、うん、そうそう、まあ時期が時期なんでね、旧暦か方で、うん、旧暦の方なので、うん、でも旗祭り今回被らなかったからね、たたらとね、まあいいんじゃないですか、うんうんうん、っていうところで、まあ蕨駅の西口もう出てまっすぐ行きますと大体そんな様子になってますんで、楽しめたらいいかなと、そんな風に思ってます。まあ蕨の話なんでね、まあ そんな感じです、まあ隣っていうか蕨駅はほとんど川口市の中に入ってるっていう、ね、そうですからね、はい、うんうん、さあ次駅とこ、SR 沿線を楽しむ、埼玉レールウェイだっけ、レール SR はそうです、ウォーキングアップができました。これか。ウォーキングアップ。ね、ウォーキングマップ。歩く地図ってこと？歩く地図ですよ。歩く地図、歩いちゃうの。すごいな。はい、できましたということで、埼玉県埼玉市川口市のご協力により、なんか今日ダメだ、口が閉まらないな。新しい SR 沿線ウォーキングマップができました。その名は駅とこ。駅とこなんだ、駅とこ、駅をとことこ歩くの、そうですよ、すんげえな、じゃないとどうやってこのネーミングが、これは違う、これは違う、なんか色が同じような宮殿間違えて、これか、駅とこね、駅とこ、これです、まあ、東川口、それから浦和美園、それからなんだっけ、戸塚安行から新井宿で、南鳩ヶ谷、鳩ヶ谷もとこ、鳩ヶ谷駅もありますけどね、そして赤羽岩淵までの、そこでまあいろんな歩く、こんな面白いところがあるよっていうのでいろいろ紹介されております。これはどこに行くともらえるかというと、駅、ね、まあ、埼玉高速鉄道の駅、これかわいいですね、ヌー、そう、伸びのわかんないけど、わかんない、観光スポットの他に飲食店情報も掲載されており、のんびり歩きながら地域のグルメも楽しみいただけます。ウォーキングマップの最終ページには専用スタンプを押していただくページがあります。あるんだ、10ページあるんですよ、そんなにあんの、あの折ってるんで、あ、これもそっか、折って、そうで各駅ごとにあの地図がちょっとついてて、ね、あ、ほんと、地図としてもなんか使えるんだね、うん、で一番最後のページが、うん、はい、にスタンプがあるんだ、はい、これだ、あったあったあった、これですね、こんな感じ、スタンプが押せます。いい、それすごいね、専用スタンプを押していただくページがあり、このスタンプは各駅の窓口に設置されていますが、浦和美園から川口元郷までの7駅すべてのスタンプを押していただいた方には記念に全駅沿線ウォーキング達成の認定カードを申請します。マップ、スタンプとも8月6日より SR 全7駅に設置してあります。この駅とこを片手に埼玉高速鉄道の沿線をお楽しみくださいという。お楽しみ。ね。俺たちあんま乗らないもんね。まあ、まあ、ね、SR の方はあんまり乗らないですね。これコバトのパクリじゃないですか？
それコバトンでしょ。埼玉っち。本当だ。埼玉っち。コバトンのパクリじゃないですか。コバトンの妹とかそういうんじゃないの。え？これ悪意はないでしょ。これ絶対無理だもん。可愛くなっちゃってる。うん、まあまあそんなこんなもありまして、土曜日休日土日祭日ですね。は SR 沿線巡りっていうことで SR 一日乗車券が便利です。いいね。これあると全部駅一個一個降りてね。行けるね。うん、ちょっとご飯食べたりちょっと歩いたりしながら、うんうん、楽しい企画かなとそんな風に思っております。さあ次、川口市からです。粗大ごみの受付が大変混み合っています。夏の引っ越しってあるの？夏って引っ越しするんですか？あ、夏休みを使って。夏休みを使って。そっかそっか。夏の引っ越しシーズンを迎え、粗大ごみのお持ち込みが非常に多くなっています。収集は朝8時半までにご指定の場所に回出していただいておりますが、16時程度まで回収作業をしておりますので、ご理解、ご協力お願いします。なお、収集にお立ち会いは必要はございません。収集時間がかかり、ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解、ご協力をお願いします。まあ、混んでっから、朝8時半までに出してねって言ってるけど、まあ、夕方になっちゃった時もあっから勘弁してくれって話だよね。これ、受付の電話もなかなか、繋がんない。繋がらないらしいです。だって59万人もいんだで。まあ、皆さん、飽きずに、ちょっとね、根気よく電話してください。メールでも受け付けてますので、メールも使ってみていただいてですね。もうなんか持ってっちゃうの？車あるからね。で何でしたっけ、戸塚の環境センターですか、はいはいはい、あちらの方もですね、持ち込みがですねすごい混んでるの？混んでるらしいです。はい、ってことは少しやっぱ景気良くなったんだろうね。捨てないもんね普通ね。ですね。今まで、こんな話一個もなかったもんね。ということで、粗大ごみの受付が大変混み合ってますと。だからちょっと早めに、早めに行きましょう。行きましょう。ね、そんな感じです。まあでも粗大ごみ、回収してもらうとお金がちょっと高いから自分で持って行って安く済ませようとか。そうだね。いろいろあるんじゃないんですか。うん、俺はそうだった。粗大ごみ、まあお願いしたいんですけど、じゃあ近所でこういうカード、シール買ってください、それを貼っ付けてくださいって言って、それを貼っ付けてうちの前に置いておくと、ちゃんとゴミ回収の車が来てくれて、それを取ってってくれるというシステムですね。うん、はい、なかなか便利です、ね、なかなか便利です、はい、そんなこともやってる川口、はい、今混み合ってるんでちょっといろいろ面倒だけど勘弁してねみたいな、そういうことでした。さあ次、はい、第8回キラリ川口第8回キラリ第8回キラリ川口進んでいきます面白いかっこいい。なんかキラリっていう時にはこれ準備しておくってのどう？いいね、やっとこう。第8回キラリ川口ツーデーズマッチ開催いたします。楽しい、川口の発展に寄与した荒川、全国的にも有名な鋳物、そして植木映像情報発信の拠点でもあるスキップシティ、歴史ある日光成道など伝統を残しつつも発展を続ける川口を再発見してもらうため、第8回キラリ川口ツーデイズマーチを開催いたします。図はないです。え、ツーデイマーチです。ほんとだ、ツーデイズマーチって言ってた。複数形だからツーデイズかと思ってたツーデイマーチだよこの大会は自分の心や体の健康づくり、多くの歩く仲間との触れ合いや親睦を深める場所ですと。順位や記録を争う競技大会ではなく、ウォーカーが楽しくマイペースで歩く大会。2日間歩くんだ。マイペースすげえな。これが行われるのが9月の26日キラリ川口ツーデイズマーチ、これは9月ですね。9月の26、27、これの2日間で、川口の発展に寄与した荒川で今読みましたね。そのところいろいろこううろうろしながら、うろうろじゃねえか、サクサク歩きながら、戸塚中台公園集合かな、リリアパーク。どういうシステムになってるのこれ。1日目はスタートが戸塚中台公園です。20キロコースの人はリリアパーク。はい。で、受付時間が、まず、初日26日は、
コース、キロメートルごと、あの距離ごとに分かれております。37キロ、29キロ、10キロ、そして6キロ、それから20キロのリリアパークスタートがあります。で、ゴールはそれぞれ戸塚中台公園と。すんげえな。受付時間が37キロが7時、29キロが8時、10キロが9時、6キロも9時。これなんて書いてあるの？ファミリーコースだ、6キロはね。で、出発式がそれぞれあって、スタート時間もそれぞれ異なります。こちらの紙にですね、多分これ両面になってるんでしょうね。こういう感じで。いろいろ書いてありますんで。これに出るためにはですね、まずお金ちょうだい。事前申し込みと当日申し込みの2種類があります。事前申し込みは一般コースで1500円。ミニコースは500円。当日申し込みは1日ごとに1000円、500円とそれぞれかかります。事前申し込みはですね、払い込み取扱表というのを使って、これ郵便局か？ですね。でね、そうですね。各自調べてください。出る方は。これあの事前申し込みすると、はい、ですね、バッジと記念品いただけるそうです。バッチリ記念品がもらえるの？バッチと記念品、ね、あ、とか、とかなんて間違いよ、これやってみましょうか。これでも37キロほとんどフルマラソン、37じゃなくてもまあ歩くからね、10キロとか6キロとか。完歩された方には完歩証、いわゆる完歩完全に歩くっていう完歩証らしい。完歩生命、あの完歩の、なんていうんですか、証明書、証明書がそのいただけるそうです。でこれはなんか埼玉県で5大会やるそうです、うん、5大会やるそうです。5大会はい、うん、まず川口、その次、はい、日本3デーマーチで埼玉マーチ、うん、あ埼玉マーチ、うん、あと秩父一点米ウォーキング2デイズ、それから飯能市新緑2デーマーチということでですね、おそれとまあタッグ組んでるみたいな感じで、はい、あこれ書いてあるやつ、はい、じゃねえな、左下ですね、まあそんな本当だ、県内5大会を制覇しましょう、制覇しよう反応、秩父、埼玉、日本3で、日本3でマッチってなんだろうね。ね。わかりません。歩くのが趣味な方、ぜひ、いろいろ調べてみてはいかがですか。でも40キロって結構、立ったか歩かないと。これ帰ってこれないよね。時速4キロだとして、ほぼね、9時間から10時間ぐらいかかるわけだよね。7時に出て、4時までだよ。あ、厳しい。7時半にスタートだもんね。雨だらけになっちゃいますよ、ね、なんか周りなんか見てる余裕ないよね、うん、自転車使うとかずるいことしないで歩いてください。ギア1にして、うん、シャカ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 歩いてください。お願いします。37は無理だな。2枚目ってどこだ。2枚目、えこれか。よっしゃ。さあ次、西川口クリーン作戦、これはうちの NPO 法人まちづくり川口でやってるやつですね。今度はですね、ゴミ大臣やってます。今度のクリーン作戦は9月6日土曜日です。第1週の土曜日なんでね、9月6日です。ということで、集まるのは、朝の9時だっけ？ 9 時です。朝9時に西川口駅西口、降りたところに交番があります。降りて右側ですね。そこの前に集まってくださいっていうか、見りゃわかると思います。ほうきとか持ってる怪しいやつがいますんで。怪しいって言っちゃダメですよ。うん、そうですよ。怪しくないやつがいます。不審で。そこのところ行って、一緒に掃除しに来たんですけどって言うと、きっと喜びます。やったー。きっと喜びます。あれって何人くらい来るんですか、毎回。毎回どんぐらいなの？毎回10人前後。10人前後。はい。ね、その方がね、まあ、お手伝いをしてくれた。今回は高校生の方たちもちょっと来ていただいて、うん、少し人数多かったみたいです。ああ、よかったね。いいことだと思います。高校生は不良だけじゃない。そりゃそうだ。まあそんなことで、今度は9月6日ですということお知らせでした。そして先ほども言いましたが、川口ストリートダートフェスティバル2015、これは9月の20日ですね。一応交渉ではキュポラ広場だけで2万5000人って言ってますけど、これ正直持ってません。
3万ぐらいじゃねえかって言われたのが、いや2万5千人が、うん、で抑えてます。他の会場は入っておりませんので、まあ、ぜひお楽しみに楽しみにしていただけたらなと。お楽しみに。はい、これこういうのってどうやって数えるんですか。ざっとだってざっと、うん、だから10メートル10メートルの中にとか100メートル100メートルの中にとか何人いるかっていうのをこうやってはめていくんだって。なんか来場した時にカチッカチッカチッ、そういう場合ある。それはあのゲートが1個だった場合とかそれが可能なんだけど、要は上から見てバシャって写真撮って、ここが何メートルだよねって、何メートル何メートルで、ここからここまで何メートルだよねってそれをこう重ねていくっていう。これでも2万5000人じゃないですか、うん、同じ人がずっと居続けた場合は、まあそれもなんとなく2万5000人入っちゃうみたいよ、うん、そんなんも含めて その人は1時間ごとに1人って数えられるんですか、うん、そうそう10時間だと10人って数えられちゃうんですかね。そうなんじゃないの。そんな厳密な話じゃない。まあね、有料入場者数じゃないからさ、通行人だから。まあそんなこんなで、にぎわい、今回もですね、バス通します、バス、いろんな会場を周回するようなバスが、バスバスバス、でそのバスにメルちゃんもよく乗ってると思いますよ、ね、あ、私乗る、はい、なんか楽しみだね。マジでキッポラじゃない、あ、キッポラじゃないや、川口フェス、フェス、ジャズフェス、ね、ぜひ皆さんで、ね、T シャツお買い上げ、そしてこのリングですね、お買い上げいただけたら、そんな風に思ってます。電話です。出店者募集だそうです。はい、まだ埋まってねえんだ。川口フェスのフェイスブックページにですね、あ、本当募集中と書いてあります、まあ、お店出そうかなって。いくら2万円だったっけかな、2万5000円だったっけな、まあ、それぐらいちょこっとお金かかりますがお店出店しませんかということも合わせて、はい、そんな感じです。はい、今場所の一ノ城コーナーないよね。ない、今やってないから一ノ城負けっぱなしだっけ。うん、この前負け越し、頑張れ。はい、じゃあ次メディアセブン情報。はい、知識や興味に対するあなたら出会いの機会、身近なものから目新しいものまで幅広い分野の中から個性豊かな活動をされている方々をご紹介。さあ今回ご紹介しますのは8月9日日曜日、はい、明日ですね。もう締め切ってます ね、はい、これ行きたかったんだな俺。あれだれだれだあんたぐらい、ミニギエレキギター、ちっちゃいエレキギター作りワークショップ、はい、行きたかったな。でもね、しょうがないもん、信号だもんな明日。ウクレレ持ってるでしょ。でもあるよいっぱい。ミニエレキギター作り、何すんのかと思ったらウクレレサイズの小さなギター、それをエレキにしちゃう、いいチャレンジ。自分でギターの形を考えてピックアップと呼ばれる弦の振動を電気に変えるパーツも一から作ります。マジっすか。エレキギターの仕組みを理解しながら親子で力を合わせてオリジナルギターを完成させよう。完成させよう。これは明日の10時半からですね、朝のから16時まで、これ結構時間かかるね、うんうん、開催はプレゼンテーションスタジオ、ミヤセブンの中にありますね。対象は小中学生とその保護者。メルちゃん連れて行ってたらなんとかなったんだね。ね、私連れて行けばよかったのに、うん、親とは書いてないもんね。ね、保護してない。メルちゃんが俺を保護してるって感じなんだけど。あ、そうかな。そう、それもある。参加費は6500円です。これはミニギターのアンプ代も含めると。いいな。やりたかった。これフェス呼びてえな。あ、まあ。あれ、ね、でも、ね、今から連絡取って、ね、フェス出ませんか、ね、出ませんかって、うん、いいんじゃないですか、ね、まあそんな感じです。まあそんな感じ。ねえ、行きたかったな。じゃ次。第34回メディアセブン寄せ、今回はですね、戦後70年女たちが語る戦争、これを特集しますということです。開催日は8月の12日水曜日、19時から21時休憩があります。終わってからじゃないですよ、あ、途中でね。当たり前だよね。まあね、はい、出演、これまたいつもの田辺一遊さんが中心となっているんだと思います。他にも田辺一華さん、こちら講談師ですね。夫婦ですか。え、女性です、皆さん両方。え、嘘、一遊さんって女が語るなんだから。一遊さんって一遊さん女性、男の人だと思ってた、うん、そして講談師の、宝井梅福さん、梅福さん、梅福、そして我々の仲間たち瀬田博美さん、一人芝居ね、なんとか応援しに行きたいなと思ってますけど。12日って何かあったっけ。12時その辺で暇なわけだね。7時8
8月12日、はい、カズ君のリフォームが入ってます。うちの店少し直します。え、嘘。うん。あの、みんながね、こけるから、うん、あの、ステージがあるじゃん。うん、ステージの横っちょの方、トイレ側の方が段差がついてるの、うん。ステージと同じ高さになってるんだけど、うん、あれをぶっ壊すから。ぶっ壊す。平らにしないと、うん、そのうち怪我人出る。うんうん、で我々の年で怪我するともう治んないから。あ、いやいや、うん、転ぶと床のせいにするっていう風になってくるんで。片付くんですか。それとは関係ない。それとは関係ない。はい、そんなこともあります。これにね、瀬田ひろみさんが出ていただけるということで、参加費は大人1500円、定員は80人で先着順です。もう一度お伝えしましょう。8月12日水曜日、はい、19時からメディアセブン寄せ、戦後70年女たちが語る戦争特集ということで、我々の仲間の瀬田ひろみさんが出ます。ぜひ応援しに行きましょう、ね、行ってください。はい、そんな感じです。次、8月15日から28日まで、はい、これ平日はですね、10時から18時、土日は19時から17時、これ休館日がありますんで、それ以外ですね。これ何やるかと言いますと、楽器作っちゃおう。ピピピピピピピワークショップ、バードコール、で奏でられるのを今か今かと待つ楽器がたくさん、ほったらかしってこと、うん、そんなスペースがメディアセブンに出現します。展示期間中は自由に遊びに来てください。お気に入りの楽器は自分で作るチャンスがあるかも。楽器を作るワークショップも開催します。録音体験もできるかも。とか何言ってんだろうと思ったら、ワークショップですね。ワークショップで作ることができる楽器や、コルグ、コルグって会社がありますね。コルク？コルグ。グね。グ。の電子ドラム、クリップヒットなどを演奏することができます。クリップヒット。これ多分クリップヒットなんかね、こうピコってつけるやつだよね、きっとね。そうです。ピエゾっていう素子を使ったクリップ。まあよくチューナーって言って、あのギターのチューニングしたりする、あれですね。あれが、何か音が入るとそこにシンセっぽいのがついてて音がするような、そんな感じだと思いますね。はい、これ事前申し込みしてください。これから言うやつは事前申し込みが必要です。日にちの早い方からお伝えしましょう。8月16日日曜日、13時から14時半まで、太鼓作り、これは参加費800円かかります。次、8月の20日木曜日、こちらは木琴作りです。木、そう、木曜日に木琴ですね。金曜日にやらないのかって話だけど、木琴作り、あ、木琴作りね、はい、これは13時から14時半です。こちら参加費は1200万円、はい、高っ、1200円です。高っ、すいません、間違えました。カリンバ、こういう箱で、いわゆるこうなんか板がついてて、こうババババッとこうって弾きながら音出すやつですね。カリンバ作り、これは8月の22日土曜日、開催時間は13時から14時半、参加費600円。次、パンフルート作り。パンでフルート作っちゃう？ぐしゃぐしゃになるよね。舐めてる。食べながら、うん、ボロボロになってきちゃって。これはですね、ちくわりコーナー。そう、そんな感じ。こういう長さの違うやつ。まあ、だいたいアンデスの方でやってたりとかすると、こういう形になってるのかな。いわゆるこういう。うん、これで、ふう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 言いながらこう吹くやつですね。これのパンフルート作りが8月23日土曜日、開催は13時から14時半。こちらは参加費で600円かかりますと。それとは別にですね、申し込み不要の当日先着順って言った今、ね、先着順の、ワークショップがあります。これはですね、8月の15、17、19、23、こちらはカズーを作る、カズーだ、うん、カズーみたいなやつがあります。パズー、うん、カズー、はい、それとシェイカーですね、シャカ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 ってやつですね。これ、これはどちらも、参加費がかかります。カズーは100円、シェイカーは300円、100円。そして鋳物で作るチャイムというのがありますね。これが8月の16、18、20、22、鋳物失礼しました。こちらは300円の参加費がかかります。あとバードコール、ピヨ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 、多分そうだろうね。マジっすか、うん、多分これ参加費300円、ピヨピヨ、すげえ。そっち？こうして。クイッカーみたいな方。あの、ピヨ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 。そんなの？すげえ。ピヨピヨ言うの？木に、うん、なんかネジみたいのをこうつけて、うん、ひねると、あの、ピヨピヨピヨってなる。ピヨ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 。楽しそう。まあ、そんなのがありますっていうことです。
もう楽しそうなのか、キュッキュなのか、うん、まあ微妙なところ。続き？コン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 みたいな。コンコンはないな。大変だね。収穫して頑張れよ。さあ次、これはキンキンの話題なんですが、川口フェスと同日ですね、同じ日にやります、9月20日、こちら藤の市商店街ですね。いけないですね、白井さんとこの銀座通り商店街の先ですね、この前の七夕やったところ、こちらの方でですね、いろんなお店の前で日本酒ワイングラスで街巡り、これ実は川口で埼玉の地酒を飲み歩きっていうことができます。三角蔵元は朝原酒造、これ入間ですね、あと釜屋、これ加藤、これ滝沢酒造、こちらが深谷、松岡醸造、これ引き群ですね、それから石井酒造、こちら去って、小山本家酒造、本家酒造、これ差し置きですね、そして丸山酒造さんが深谷ということで、七蔵の蔵元さんが大集結ということで、抽選で川口特産の酒器、お酒の器ですね、キリコ鈴がもらえるチャンス、ほんと鈴って高いんだよね、鈴、うん、鈴、鈴、うん、鈴の鈴のあのおチョコとか高いんですね、高いです。で全員に柔らか水ミネラルウォーターを1本プレゼントしますということでね、同日は同じ商店街でおつまみ等の販売も行いますということで、これ1時から3時半短いな、は2時間半しかやんないの。同時開催の川口ジャズフェスもお楽しみください。はい、そういうことと書いてあります。時間短いっすね。短いな、抜け出せないね。でこれは参加費がかかります、いわゆる飲み放題なんですが、参加費前売りで2300円、当日2500円と。で前売りチケットの購入方法はネットでとか、あと新井くんに言うとか、新井商店行く、新井商店新井商店がまあ仕切ってますんで、そこに行けば手に入ると思います。これ多分お得でしょうね。鈴の器もらえるんだったらいいよね、うん、なかなか。ただこの日は俺は死ぬほど忙しくて酒なんか飲んでる暇がありません。はいマジっすか。はい、マジっす。あなたもです。あ、メルモか。あ、まあ私はお酒飲まないから。そうですよ、飲めない。まあ飲めないからね、関係ないですよね、関係ないです。あと最低でも行くね。まあそんなことでワイングラスを持って街巡りということで、荒井くんに宣伝してって言われたから頑張りました。荒井くん頑張りましたよ。頑張ったよ。あとなんだっけな、昨日おとといとお父さんと一緒でした。その川口の下にある、はい、お任せください。これうちのそばの、はい、キャリコ、うちのそばですね、商店街、いわゆるコモディの角って言ったらいいのかな、コモディ、そこに自転車屋さんがオープンしました。前ペットショップだった。そうそう、うん、ペットショップっていうかペットのペットグッズ屋さん、うん、お任せください。自転車修理のお店チャリコ、チャリコがないんだ。チャリコオープン。パンク修理500円からな。500円なんだ。安くね。ね、安い。ね、タイヤチューブ交換は1980円から。まあそれは物によってでしょうけどね。まあね。安全整備士技師が常駐だから安心ですと。安心。あと無料でタイヤの空気入れ、基本点検調整など。まあ来てよと。なんか機器音がするんだけどとか言って。まあとりあえず来てよ。みたいな、ね。とりあえずね。あと TS マーク取り扱い店です。貼り付け費用は1,007円、1年間。要は TS マークってこれ保険、自転車保険ですか。だよね、1年だからね。であとパンク修理券、タダになっちゃうのこれ。タイヤチューブ交換500円割引券、不要の自転車を何台でも無料処分券。うちの近所ですんで、ぜひあの使ってみてください。結構前からそこ人とかです、うん、リードとステーションの前です。そうです。ぜひなんかパクシャッターとかあったら行ってみたらいかがかな。水曜日が定休で営業時間は11時から19時までだそうです。はい、そんな感じです。仲間が増えたね。ぜひ商店街の方も入っていただければ。でもしばらくは自転車操業なんだろうね。俺に言われたくないって。俺に言われたくないよね。自転車、はい、俺もそう思ってます。町の自転車屋さんに。そう、町の自転車屋さんだね。そう、町のって感じがぴったりかな。でもでかい自転車屋さんは近くにあるんだよね。あそこの角もね。そうそうそう、なんかでかいよね。あそこはまた自転車の種類が違うんで高い自転車ばっかりなので。あ、そうなの。うーん、
川口警察署の並びというかですよね、うん、あのお寿司屋さんの前、うん、にもある日本海、うん、そっかそっか名物の鋳物を学ぶ何大人なふりして首振ってるわけこれあのたたら祭りのでのお話たたら祭りの中のお話ですね、こちら新聞ですね、名物の鋳物を学ぶと川口でたたら祭り開催でもう、まあ、たたら祭りのことがいろいろ書いてあるんですけれども、猛暑の一日鋳物の町川口市の夏の風物詩第37回たたら祭りが中沖のウォトレス場で行われた、祭りは2日まで いわゆる1日と2日ですね花火大会がフィナーレを飾ると、楽しい遊びで子どもたちを迎えた市子ども会連絡協議会のコーナーでは、熱いビールの空き缶釣りなどに小さな子どもらが夢中と店番をしていた中学生中学生が店番してたんだ何をビール空き缶釣りへえ、うん。そういうのもやってますたくさん切ってくれて嬉しいなどと話したとたたらは鉄を溶かすために風を送る不意語のことあれでしょなんか踏むやつでしょそうそうそうもののけ姫出てくるやつ、うん、そうみたい芋の工業協同組合の青年部これはね文鎮を作る芋の教室を開いた鍋木町3年の中井くんはピカチュウをゲット楽しかった大事に飾るピカチュウなんでこんな変な単語なんだろう楽しかった大事に飾るまあ、同協同組合の伊藤光雄理事長。いいものです。中小企業の社員の給料が上がるように景気対策をお願いしたい。急にこんな話ですか。現実は良くなってないと政権に注文つけた。注文つけちゃったか。そうですか。急にこんな話になる。そして、拉致救済へ署名活動。会場の一角で市民団体拉致問題を考える川口の会が早期救済を訴える署名活動を行ったこれ毎年やってますねやってます川口の被害者というかね認定されてる人がいますので、早期救済を訴える署名活動を行った毎年名前書いてます、1978年に拉致された川口出身の田口八重子さん当時22歳でお兄さんはもうすでに72歳で76年に失踪した特定失踪者の藤田進さんの弟はもう57歳懸命に訴えたとで80年にスペインのマドリードで拉致された松島香織さんのお姉さん26歳だった当時ね、うん、で今お姉さんは69歳ですが熊本県からクールを駆けつけて参加家族が元気なうちに早く弟たちを返してほしいと訴えた、うん、まさにそうですねうんうん、はい拉致被害者実は川口から結構出ましてそれ以外にも認定されてないけど多分そうかもしれないなっていうのは結構いますね皆さんの署名が人を助けるそう忘れないでっていうかもうちゃっちゃと解決せろなの殴り込み行きゃいいどこえ殴り込んじゃん拉致してるって言ってんだからまあざけんな返せでいいんでしょブレッシュ、はいまあ、そんな感じではい、それとは別に広報川口出ましたね8月号なんか変これなんか変あれないんじゃないですかあの聖火のキャポランがいないキャポランがいないどっか隠れてんのかと思って必死に探したんだけどここにしかいないんだよねなんでキャポランここだけだからもハットなんか抱えてるいつもさキャポランいたじゃんどっかになんかいましたよねうん一応役所の方にあの9月号をキャポランにギター持たせてくれと言ったんだけどギターフェスだからねフェスだからね、はいまあ、そんなあでもそういえばそうですね毎月キャポランキャポラン出てる出てましたね、うんうん、なんで出てないんですかね表紙に一応お堅い題材いわゆる平和こそ市民の会ということで今月はちょっとお堅いのかなと、うん、そんな感じで青い空となんかこれは大きい公園ですねうん、うん、キャポラン歯とか変えてる歯とか書いてます。まあそんな中で、そうそうそう。あと9月からオートレースが夜やってみる、やってみる、やってみる。ナイターやりますね。9月の5日土曜日から8日まで、5、6、7、8、6日間ですね。それと9月の25から28まで、25、26、27、28、4日間。
オートレースナイターやりますね。マフラー、はい、一応ここに書いてあるのが、女子ライダー、あ、なんかも待ってます。そう、マフラーつけるみたいですね。暑くないのかな。暑いと思います。でもこけた時の命を考えたら2分ぐらいの話だから、うん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 、なんとか我慢しちゃう。はい、そんな感じですね。人が増えるんだろうか減るんだろうか、苦情が出るだろうか大丈夫なんだろうか、いろんなことがドキドキする今日この頃。ドキドキワクワク、はい、ね、川口オートレースナイター始まるよ、始まるよ。さあ他にもですね、川口に、ある3つの私立高校、川口市立の学校があります。今総合高校と川口市立高校、それと県用高校、この3つが統合されて一つの大きな学校になります。これの名前をみんなで募集しよう、応募しようということで、何々高等学校っていうのをなんかみんな考えてよ。カラフルリリー高等学校いいね。ダメだろ。なんだ、ドーヤバーズ高等学校、それはダメでしょ。ダメですよね。おじさん全然高校生じゃないもんね。おじさん増えちゃう。なんだ、町川高等学校、おかしいだろ。かわいい、かわいいけど、こうあえてこう町づくり高等学校、うん、あの東京高等学校とかさ、埼玉高等学校とか、川口って入れてよみたいな、川川、うん、川県高等学校、おかしいだろ。健康ばっかりだろ。川口健康高等、ちゃんと勉強しろよ。体操だけ言ってたらダメだろ。川口勉強しろ、川口、川口、川口高等、川川高等学校みたいな。他の話題行ったんですよね。中学生暴走してますけど大丈夫ですか。もしかしたら行くかもしれないからね。そうだよ。うーん、え、学校ができるのはいつだ。30年、平成30年をの4月に開校です、に向けて親しみやすくっていう。メルが中、あ、公認だったらか。そっか、じゃあこっちに引っ越してくるんだな、もし川口のこの3つのとこどっかに入れば。メル、うん、引っ越しはしないよ。いや、学校が引っ越すわけじゃん。あー、うん、なんかこれなんだっけ、埼玉の中でも、うん、超すげえ学校にするってなんか結構案が出てるらしいっすね。まあしょうがないの、そうなるよね。もう埼玉こんなでかいので進学校にするかもしれないって話があるじゃん。進学クラスを作るの、なんかもうね、ちゃんとね、そう、進学は進学でちゃんとやれ、うん、一生懸命教えて頭いい子集めて、そうしないとバカばっかりになっちゃうからさ。おばさんだ。すごい、生きがいプール、温水プール浴教室、いいよそんな。あ、さっきの、うん、よく桜岡高校学校とかあるじゃないですか。だからバスケット部が強い漫画の高校、わかんない、そこまで考えてなかったから、うん、だから、うん、ゆりと花使っちゃえばいいじゃないですか、学校の名前に。ゆり、ゆり、ゆり、じゃあリリーじゃん。リリー、リリー、うん、違うよ。アイドルの名前はダメ。まあね、まあね、パクリになっちゃうよ。そうだね。今日もですね、1時間たっぷりお届けいたしました。まちかわラジオ、はい、今日ですね、この後午後3時からまた白井さんのとこでこれあります、うち水ね、まあ排水といいますか、わざわざこう水道から持ってこないで、まあちょっとうち水してみようか、ぜひ遊びに行ってね、その代わりなんかちょろっとじゃあご飯でも食べようかみたいな感じで、で地球もちょっと暑さ和らげばいいかな、そんな風に思っております。今日3時からです。ドンキホテ像前、そして西川口は、みずほ銀行前ということでね、水持って集まれ、そこでなんか浴衣なんか着てったらちょっとおしゃれかもしれない、ね、まあそんなこんなで今週も頑張りました、やったー、ね、はい、町川ラジオ、この番組はですね、川口元郷にあります三玉屋用品店、そして西川口駅西口そばどころ二幸さん、こちらの提供ありがとうございます、はい、そして並木商店街の分厚い応援、他でもなんか応援ですけれどもね、はい、あと今度9月の1日から開局される FM 川口、こちらの方にも何らかの協力をしちゃうのかな、しちゃうのかなみたいな、したいですね、したいですね、なんか、なんかやると思います。まだいろんなことは決まっておりませんが、そんな方向で進みたいなと思っております。さあ本日お届けいたしました、私もじゃもじゃ羽鳥、岸和メルト
哲です。はい、そんな感じでね、楽しかった。なんか今日なんかテンションが、まあいいんじゃない、高いね。ただ祭りで全部使っちゃったから、まあね。それではまた来週。来週やんの？やります。はい。なんかあっけなかったね、終わり方。なんかいつも通り。また来週また来週